こんにちは、どんぶりこです。本日もご視聴ありがとうございます。するよ。僕のお家はよいしょ、こんがり屋根のこのお家、大きいでしょ。僕のお家2階建てなの。お家の中に階段があってね、登ったり降りたりできるんだよ。楽しいんだ。今度遊びに来てね。それとね、まだまだ見せたいものがあるんだよ。じゃん、これね、ブーンブーン、大きなね、ワゴン車。これね、こんきちくんのお家の車なの。よいしょ。このワゴン車に乗ってね、海とかね、山とかにね、たくさん遊びに行くんだよ。あれ、ね、ちょっと待って。ちょっと待って。あそこに落ちてるのが、あー、パパのパンツ落ちてた。ちょっと待って、みんな目の前で恥ずかしい。もう洗濯物が風に吹かれて、パパのパンツがここに落ちちゃったのかな。ちょっとみんなに見られちゃって恥ずかしいけど仕方ないな。ちょっとパンツは半分に畳んでおこう。あれ、ちょっと待ってね。なんかパパのパンツの中から、パパのパンツになんか挟まってたよ。なんだこの紙。あ、うさぎのぴょんこちゃんからのお手紙だ。そうそう、ぴょんこちゃんがこの前ね、僕に手紙を書いたって言ってたんだけど、なかなか届かないからなんでかなって思ってたら、パパのパンツの中にあった。ちょっとどういうことかな。ぴょんこちゃんからのお手紙読んでみるね。なになに。大好きなこんきちくんへ。あー、照れるなー。大好きなこんきちくん、照れるなー。なになに。この手紙を半分に折って上から振り落として。え、どこ。この手紙を半分に折って上から振り落とす。びっくりした、びっくりした。どういうこと、どういうこと。ぴょんこちゃん、手紙には続きがありました。なになに。大好きなこんきちくんに、その手紙を半分に折って上から振り落として、なんてことしないでねって書いてある。おしまいです。グッドボタン押してね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。